よっていうかね、もともとこの丸太があって、だからルート2っていう名前を知ったのは後なんですよね。あ、だからルート2がね、やっぱり最初にあるわけじゃないっていうのが、これ面白いところだなと思います。ですよね。だから、うん、あのルート2っていうのを日本人が知ってこれ作ったわけじゃなくて、じゃなくてもともと知る前からこんなもの昔から使ってるわいって言って、うん、そうそうそう一番この実用的でね、もったいないが活かせる形。あ、はい、日本人優秀ですね。あの日本人ね、はい、数学好きですからね、数学が昔からね、はいはい、あの和算とかもありましたし、あの結構こうしたことが、ね、みんな好きでしたもんね。うん、あの学ぶとか、はい、解くとか、はいはい、で同時にそのただ学ぶだけじゃなくて、学ぶことによって自己を磨いていくっていう概念を持ってるっていう、やっぱり稽古ですよ。御霊を磨く、御霊を磨く稽古、御霊を見たままに磨きましょうという、御霊を見たままに磨く。はい。はあ。すいません。いやいやいや。雅楽とかやってるので、はい、神楽とかね、はい。それでこの稽古っていう言葉が結構日常的に出てくるんですよ。はい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 。なかなかね、難しいんですけれど。難しいですよね。はい、難しいですよ。だってあれ音符があるわけじゃないし、うん、指揮者がいて、はい。うん。でこうやってくれるとじゃなくて、やっぱりね、息を合わせる。息合わせるんですよね。うん、です。で、なんか合っちゃってるんですよね。はい。で、それは御霊が揃うから。だから常に常に。そういうことなんだ。そうなんです。あ、さだれ石のごとく、すっと同じ方向を向いて、はい、で御霊が揃った時に、例えば舞でも歌いでも合うんですよ。呼吸が、息が合うんです。はい、畳なんかもね、畳っていうのもあの1と2の比率ですからね、はい、だから合わせると正方形じゃないですか、はいはい、畳あの茶室なんかも、はい、ここは今全部で出てませんけれども、はい、あの茶室の間取りも正方形ですよね、はい、正方形ですね、うん、でこの正方形っていうのは結局丸円なんですよね、さっきの丸太の考え方、そうですそうです、ですね、だからこの正方形があるということは、はい、この正方形とあの隣接している円を見ているっていうことなんですよ。そうか、うん、ほうほうほう、はい、畳2枚分で円を見ているし、茶室もそうです、中が正方形になることによって、うん、そこを四角ではなくて実は丸い空間として認識して、そうです、だから四角であると同時に丸であるというね、はい、正弦と無弦が共存しているという考え方です。はあ、うん、いやそれ知りませんでした。あ、いえいえ、と私は感じております。はい。ですのでこの日本建築って、この四角、あの正方形と丸というものを生かしているものっていうのがたくさんあるんですよね。はい。建築だけじゃなくてこういうのもそうですよね。はい、あ、折り紙もね、もともと正方形から無限のさまざまな形を作りますでしょ。はい。ね、はい、もうそういうことをちゃんと計算するとね、サイン、コサイン、タンジェントの世界が現れてくるんですけれども、だからもう本当にこうそういう意味では数学的というかね、でそれもきっちり折る、はい、折り目正しく折るという、はい、この几帳面さっていうのも実に日本人らしいですよね、はい、つまり正方形 の中に無限の可能性を見ているから、うん、その無限の可能性をきっちり折ることによって示していったものが折り紙として、はい、でいうものもあのすなわち折る神なんですよ。神ゴッドてか神様、折る神、うん、だから神様がいろんな姿に変容変態していく、はい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 、ということになっていくということで、あの一応四角というね制限はありながらも、はい、この制限を生かして無限にさまざまなあの形を織りなして、で神を表していくのが折り紙ではないかと感じております。あ、もう単純に、はい、もう普通に見たらこう紙を折ったって思っていたものは、はい、実はここは神様の紙だった、はい、っていうのもあの重なって重なってますよね、はい、はい、ね、今結構ね欧米ではあの折り紙流行ってますからね。ですよね、はい、はい、へえ。でこちらはですね、この風呂敷、はい、風呂敷なんかもね広げると正方形でしょ、
です、はいはい、まあ、はい、実際はちょっとだけ違いますけどね、ちょっと少し長いっていうかね、でも大体ほぼ正方形、うんうんうん、でこの中でどんなものでも包む、うんね、うん、カバンなら、はい、入らなかったら出さないといけないですけれども、はい、風呂敷だったらどんなものでもどんな個性あるものでも、はい、包んでいくっていうこの私たちの包容力の国の、はいはい、そのね、はい、優しさというか慈愛というか、それもこの風呂敷の中にあるような気がします。ですよね、はい、最近こうリュックサックがね、すごくビジネスマンの中でも流行ってますけど、はい、昔は風呂敷の中に入れて全部ね、こうそうですよ ね、はい、あとはね振り分け荷物とかにしてね、はい、いろいろ風呂敷でね包んで、はい、それ結構重たい荷物もここの縛ったところを1段、うん、2段縛っておいてちゃんと腕を通せるようにして、うん、楽に持ち歩けるようにしたりとかですよね、まあ、すごい工夫あるんですよね、ものすごいですよ。でね、畳むともうとてもコンパクトに、そう、ね、でそして広げるといろんなものができるというね、はい、この汎用性応用性っていうのも、はい、やっぱりこの実用性の国日本らしいなと思います。ハンカチ今まで手ぬぐい使ってたんだけど、うん、この間、和風雑貨の店、はい、たまたま行ったら風呂敷いっぱい置いてて、はい、いわゆる値段安いしで正方形でしょ、はい、で広げれば物を包むことができるし、うん、俺ハンカチ風呂敷にしちゃおうかなと思ったぐらいだったんですけど、はい、言われてみれば確かに。で今ね、はい、風呂敷ね、すっごいもう柄がいろんなの出てて、可愛いですよね、いろんなものがあって、だからこの風呂敷文化っていうのが復活した時に、はい、細かいこと気にしなくていいっていうか、なんか包みましょうっていうね、なんかそういう文化、例えば下駄と一緒で、はいはい、靴と下駄もね、下駄だったら、いろんな足でも OK じゃないですか、はいはい、そんな感じでこの風呂敷っていうのもいろんなものをこう受け入れるっていうののこの神話的思考といいますか、この水面下での全部 OK ですよっていうのが畳み込まれているような気もするんです、はい、確かにね、はい、でこれも正方形ですからね、はい、大和日が隠れておりますよ、はい、で先生、はい、この太陽っていうことで、まあ、とりあえずいや、そうなんですよ、はい、それがね、私この大和日すごいなっていうふうになってから、はい、いろんなものを探すようにしたんですよ、はい、それでないかなないかなと思って大和日ハンターをしていたある日、はい、パッと空を見たら、うん、見たら、はい、あ、太陽って丸だ、あ、この中に、あ、大和日があるって思ったんですね。はで、さすが日の元の国って、はい、この太陽の中に大和日があったんだって驚いたんです、はい、はあ、言われてみて、うん、ね、アマテラスの国はもう続々ありがとうございます。いや、先生から太陽っていうね、前も、はい、そのままね、キーワードだけお渡しして、キーワードに書いて、何だろう、どういう絵から持ってくれるのか、天体望遠鏡で撮影した太陽の姿みたいな、あれがいいのかな、失礼しました、いろんなこと思って、まあ、とりあえず、まあ、お天道様でね、まあ、これだったらいいかななんて思って、うん、はい、まあ、見えませんけれども、まあ、舞うでしょ、ま、ということは、わざわざね、この、まあ、見えない分、はい、こうドーンとことあげしないけれども、その中には太陽の中にはそっと大和日が隠れていたっていうこのつつましさもなんか日本っぽいなと思ってですね、うん、はいはい、でこちらが北斎、はい、ですね、はい、こちらはですね、はい、もう本当に北斎先生天才で、はい、この中に大和日も黄金日も含まれているんです。両方も含まれている、はいはい、ちょうどこのね、波の一番上のところですね、はい、ここ、はい、うん、ここのこの波のここちょうどが真四角なんですよ、はいはいはい、ということはこれ大和日が隠れているんですね、はいはいはい、この対角で、はい、でそしてちょうどこの、波の上、はい、一番上をピュッとこう、はい、横にすると、はい、この縦横の比率が黄金比なんです。おお、はいはいはい、はい、うん、そうですね、はい、となると別にね、どちらがいいとかそういうことではないですけれども、こうしてね、それぞれの役割を生かしながらコラボレーションしているっていうのがやっぱりこれからの役割というかあり方でいいんじゃないかなって思います。どっちがいいとか、大和日がいいから大和日はダメだぜとか、いやいや、そういうことじゃなくて、補完し合う2つ、ここで補完し合っていく、うん、両方上手に組み合わせていく、うん、それがまさに日本の文化そのものだっていう、目に見える
ものっていうの、例えば、はい、あの植物の成長とか、そういうのってあの黄金比がメインなんですよ、はい、でも目に見えないところ、はい、例えば、DNA の構造の中のこの実際二重打線のこのね、はい、一巻っていうのはこれ黄金比なんですけれども、その中にある不正炭素原子とか、はいはい、あの二重構造の中の、でその、構造っていうのがちょっと六角形というかね、はいはいはい、ひし形正十二面体だったかな、でこうした形でね、そこはね大和比が入ってるんですよ。だから見えるところは黄金比だけれども見えないところはしっかり大和比が支えているというところで、このね見えるところ見えないところがこれからしっかりねあの結び合いながら、対立する2極ではなくて補完し合う2極として、この日本人の役割ですとか、この志や思いも含めてこれからしっかり出ていく時ではないかなっていうふうに思っております。なんか分かった気がする。西洋文明は良くない、日本文明が素晴らしいとかっていう、そういうことではなくて、戦いじゃないです、戦いじゃなくてとか、うん、優劣ではなくて、はい、補完し合う、補完し合って、うん、でより優れたものを築いていこうという、はい、でこちらですね、あすいませんいきなり長谷倉の絵なんですけれども、はい、こちらも、ね、はい、はい、これから私たちが歩む道っていうものは どんなものかっていうのを意図した時に、ふわっと浮かんできたものを、はい、ちょっと絵で描いてみたんですが、これは先ほどの神奈川沖浪裏の、はい、まあ、オマージュなんですけれども、はい、ここにイザナギイザナミさんがおりまして、はい、でこのヌボコを上にしているんです。普通下向きですか、ね、はい、コロコロってね、はいはいはい、でもこの上にしているというのはこの火とその天と地っていうのが、はい、一人一人のイザナギイザナミ、イザナウキとイザナワれる実っていうものが志を持って、はいはい、でそしてこのヌボコってのは言葉でもあるので、はいはい、で あと思いでもあるので、この人天地一つにして私たちが思いを持ってビッグウェーブを起こしていく、その先にですね、ここにちょっと見えづらいんですけど、はい、宝船がありまして、だからこの歩みそのものの中に、はい、この宝船があるので、なので本当に喜びと希望を持って、はい、歩んでいってビッグウェーブをみんなで一緒に起こそうよっていう、そんなイメージでございます。希望の日本再生チャンネルで、はい、みんなでビッグウェーブを起こしていくというこの絵というご紹介いただいたような気がしてとっても今いい気分になってますけども、いやー素晴らしい。そうか、大和比と黄金比っていうもの、今までね、そのどちらかというと、うん、はい、どっちが優れてるとかああいうふうな視点でしか、まあ、教わってきていなかったし、なんとなく違うもんなんだっていうふうに思っていたんですけど、そうじゃないよと、両方が緩やかに融合融合でコラボレーションであり、はい、コンビネーションであり、はい、でこのね見える世界の、はい、まあ、主に担当している見える世界の黄金人、はい、で、まあ、見えないというかこの、まあ、実用的でね、はい、華美ではないけれどもしっかり底支えをしている大和比の世界、はい、でこうした見える見えないものがしっかり一つに結び合って、結び合って、ね、で形態と形質が結び合って、より確かな素晴らしいものを共に作っていきましょうという、かっこよくいくはないか、はい、かっこよくかわいく、ね、そうですね、はい、まあ、ちょっとこんな感じで、ね、無限に広がっていくと、はい、かなと思いました。いやもう素晴らしいお話ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと感動だな恐れ入ります。はい、じゃあ締めたいと思います。希望の日本再生チャンネルいきますね。希望の日本言いますから、再生チャンネルのところご一緒に、はい、はい、希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。